キッド。ということで今回、はい、緊急で動画を回させていただいております。はいはいはい、はい、まあいろいろあるんですよ、はい、うちにも、はい、今回なんでこの動画撮ってるかって言いますと、はいはい、まあ、サムネでもね分かった人はいるかもしれないですけど、かんやちゃんね、はい、インスタ、TikTok、うん、いろいろね、うん、まあ、あるんですけども、うん、明日練習入ってからいろんなメッセージ届くようになりましたね、うん、ありがたいことで、ありがたいよね、応援メッセージが、うん、たくさん届いてね、うん、まあ、本当にね視聴者の皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、メッセージね、うん、来ること自体はまあいいことなんですけども、はい、本当に度を超えた DM が来てますよ、はいはい、来ますねー、マジで来ます。つばぜんに、いや今カネの話してるから。いやでも言いたい俺は。え、待って待って、カネに度が超えた DM が来るっていう話を皆さんに伝えてるんで、一回ちょっと静かにして。いやでも俺もマジで来るよ。え、言いたい。どういう DM 来るんですか。いや画像とか結構貼ってくるじゃん。画像貼ってくる、まさにどういう画像が貼ってるんですか。お、最近ね、はい、本当動画超える DM 来てまして、まあ僕のとこにも来ますよ。お、え、どんなの来たの。度を超えてますよ。だから、タイプ言ってください。めちゃくちゃ度を超えてます。そんな、そんなボイスメッセージとか来ますか。あー、来るね。あ、ボイスメッセージ、はい、なってきた。レーレーレー、うん、度を超えてレーって来た。え、待って、ドレミファのレーってこと。うん、度を超えてね。これも来るなぁ。ああ、来るんや。うん、度を超えてる。度を超えた。うんうん、ファー、それはめっちゃ超えてるね。ファー、度が超えてて、レーミの超えてのファー、ね、そうそうそう。でもそれで言うと俺も来るけどね。おお、来るんだ。うん、で、度を超えてる。度を超えてる、全然超えてる、うん、どういう理由が来るんですか。ブおどういうこと、ちょっと説明してもらおう。ドレミファソラシボ、それよ。まあまあまあ、冗談はさておいて、はい、DM が彼らの元に来ますわ。はいはいはい、はい、本当に度を超えてます。だって僕小学生の時にね、うん、結構セミとか好きやったんで。セミ好きやったんや。そうです、うん、僕これ捕まえて、うん、虫かごに入れるのが趣味でした。いや関係なくね。え、関係なくね。そんなの関係ねえっていうのがまあ趣味でずっとやらせてもらってましたね。ああ、クワゼ君、なんか中学校の時に、うん、聞いた話によると、はい、なんかその好きな人に告白する時に、なんか度を超えた話があるみたい。振りがすごいな。告白の時には度を超えたエピソードがあるみたいで、屋上から叫んだよね。なんで叫んだんですか。お尻が好き。今日はね、結構みんなのボケの調子が悪い。まあ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 、いつもですよね。もしかしたらカネこれで怒ってるかもしれん、今。ん？ DM とかよりも。あ、ボケが下手だから、うん、こっちで怒ってるかもしれん。うん、うん、確かに。じゃあちょっと本題に入ります。はいはい、カネの元に度を超えた DM 来ます。はいはい。どういう DM の内容かっていうと、うん、正直この YouTube では喋れないような、喋れないもの、内容、うん、写真、画像送られてきますよ。喋れない逃げにせよ。それも送るなら俺に送れ。まあその、はい、普通に、なんて言うんだろう、ダメでしょみたいな。何を送られてるの具体的に。なんて言うんでしょうね、テレビとかで映せないもの、うん、YouTube で映せないもの、なんかモザイク処理が入るようなもんですよ。が弾丸くんか。もう映せないものが送られてくる。はいはいはい、察しましたよ。ですよ。みんなもう察してください。僕から言いません。ちょっと良くないじゃないですか、これ、うん、インスタってこう開くまで分かんないんですよ。画像が送信されましたで、ね、開いてやっと見るから、もう画像見ざるを得ないんですよ、ね、応援メッセージかもしれないですよね。そう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 、ちょっとそれ良くないじゃないですか。なので今回決断いたしました。はい、僕たちやっぱね、カネのこと守らないとダメです。はい、 DM をちょっと送れないようにします。ちょっと心苦しいんですけども、うん、応援してくれてる人にとっては応援してますとか頑張ってください、はい、めっちゃ DM ね送ってくださってるんですけど、はい、度を超えた画像メッセージがさすがに多すぎるので、はい、でこれ考えたんですよ。一旦こういうメッセージ来てるんで控えてください、もしこれでもひどいようなら閉鎖しますっていうふうにしようと思ったんですけど、うん、あ、多分そんな人も送ってきます、そういう人たちは。なので今回はもう一発、一発アウト、一発アウト、一発レッド側ですか。はい、まあまた時期を見てね、様子を見て、もしかしたら DM 開放するかもしれないしね。カネにどうしても伝えたいことがあったときはノブ君に僕に DM してください。 D
ていうことで、じゃあカナダの何かありますか。応援してくれてる方には申し訳ないんですけど、不安な画像が送られてくるんで、ちょっと DM 閉じちゃいます。はい、申し訳ないんですけど、分かっていただけたら嬉しいです。はい、ということで、今回ちょっとこういう動画を出させていただきました。こういう動画なんでボケの量少ないですわ。そりゃそうでしょ、それシリアスな動画、ちょっとシリアス、おシリアスだからね。ファンの方には迷惑をかけてしまうかもしれませんが、今後ともアスダル FC をよろしくお願いします。年内100万人絶対行くぞ。ではまた次の動画で。